日の東京マラソンで自己最高となる2時間27分2秒でフィニッシュした、ダレ・ントの猫ヒロシは、かねて意識していたという一つの目標もクリアしていた。45歳にして、2015年の東京マラソンで国、んだ2時間27分48秒の自己記録を破った猫。東京は初出場した8年の3時間48分から記録を新破し続けたが、16年以降は自己新を出せずにいた。そんな猫の胸中にあったのが、恩師といえる中島進、氏が42歳でマークした2時間27分16秒だった。市民ランナー出身で、パリマラソンなどで優勝した谷川正道や、モデルの長谷川理恵らを指導したことで知られる中島氏。猫は27分48秒を出し、夫妻は37歳だった。その翌年頃、中島氏は、猫が同氏の記録を意識していることを取材に対して語った。42歳どころか、45歳での恩師記録超え。猫のインスタグラムには、同い年なのでものすごくパワーもらいましたという市民ランナーからの投稿もあった。